学園に。全国少年サッカー大会第一試合で翼率いる南葛 SC を下した日向小次郎にサッカーの名門東邦学園からスカウトの声がかかった。東邦学園に入学すれば大学までの10年間の学費や生活費の心配はなくなり、サッカーに打ち込めるようになる。しかしそのための条件は全国大会で翼を破り優勝すること。ヒューガは父を亡くし、母、そして3人の幼い弟妹と苦しい生活を送っていた。サッカーの練習をしながら近所のいくつもの店を手伝い生活を支えているヒューガにとって東邦学園からの誘いは願ってもないことだった。よし、必ず優勝してみせる。決意も新たにヒューガはこれまで以上に勝利への執念を燃やす。食堂での因縁から打倒ヒューガに燃える松山光がキャプテンを務める富良野翔との準決勝。ヒューガは連日の激闘に体調を崩しながらもこれを間一髪で突破、つい運命の決勝戦を迎える。相まみえるのは第一試合で下した翼率いる南葛 SC。 翼、今日こそ決着をつけてやるぜ。勝負だ、ヒューガ小次郎。怪我の治療のためこれまで試合に出場していなかった天才キーパー若林源蔵を加えた南葛 SC との試合は延長に次ぐ再延長にもつれ込む大熱戦となる。怪我の再発に苦しみながらも決死にゴールを守る若林、翼、三崎の南葛ゴールデンコンビの見事なプレーに翻弄されながらも、ヒューガ最後の瞬間まで闘志を燃やし続ける。翼、三崎、俺はお前たちに教わった。サッカーは一人じゃできないこと、そしてサッカーは力だけじゃないことも。俺は今まで家族のためだけに、勝利のためだけに戦ってきた。でもお前たちライバルに会って純粋なサッカーの楽しさを知ったよ。だからといってこの俺が勝つことを諦めたわけじゃないぞ。俺のサッカーはあくまで勝つ、負けないサッカーだ。楽しくても負けちゃ何にもならないんだ。最後まで己の信念を貫くヒューだが、翼もまた大きな夢に向かってひた走る。あと1点取って真の優勝を手にするんだ。そして俺はブラジルへ行くんだ。もう誰にもボールはやらない、1点取るまで誰にも渡さない。翼、最後の勝負だ。俺はお前からボールを奪い、この位置からのロングシュートに全てをかける。翼とヒューガ、両雄最後の激突。力と力のぶつかり合いを制したのは翼。負けた。明和 FC 敗北。しかし全ての力を出し切ったヒューガは自らの負けを認め、翼と握手を交わす。最後の突破、技でなく力で俺を抜くとはな。俺の乾杯だぜ。お前は優勝するのにふさわしいやつだよ。条件であった優勝こそ逃したものの、その見事なプレーによりヒューガ東邦学園からエースストライカーとしてスカウトされる。俺、東邦学園にお世話になります。こうして日向小次郎は己の道を進むため新たな旅立ちを決意するのだった。明和 FC 対富良野翔サッカー部の一戦、富良野翔キャプテン松山による PK が行われようとしていたその時。待て、キーパー交代だ。日向小次郎や澤田武史らと共に吉良幸三監督から指導を受けたゴールキーパー若島津健が現れた。若島津健は数ヶ月前にあった交通事故の怪我からカムバックしてきたのだ。行くぜキャプテン。若島津は
松山のシュートを見事にキャッチし、明和 FC のピンチを救う。富良野に勝利した明和 FC は最大のライバル南葛 SC との決勝戦を迎える。悪いが、この俺がいる限りこの試合あんたには一本のシュートも決めさせないぜ。南葛 SC のゴールデンコンビ大空翼と三崎太郎も若島津県の鉄壁の防御をなかなか破れない。さすが若島津、あいつは代々伝わる空手家の血筋、あの反射神経も小学校に入る前から習っている空手のおかげ、ゴールポストを利用したあの技もいわゆる空手の三角蹴りの応用よ。南葛対明和の決勝戦、延長に次ぐ再延長までもつれ込む熱戦の中、若島津は勝利を明和にもたらすために攻撃にも参加する。その日向とも争う空手由来のキック力で鋭いシュートを放つ。ラスト、日向に力で競り勝ち、明和ゴールにひた走る翼を止めようとボールに飛びつくも、かわされ明和は敗北。しかし全力を出し切った試合の後、南葛明和は共に健闘を称え合うのだった。まったくお前には参ったよ、1試合4点も取られたのは初めてだ。それでどうなんでしょう翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手になるのが夢だそうですね。それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場して、もし怪我が悪化してしまったら、翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでしたら、私は担当医として翼くんをこのまま休ませるつもりです。はい、ですけどその前に翼は何と。翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし。では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のために頑張ってきました。それなのに出られないとなったらきっと一生後悔します。それに今日の試合に出てもし負けたとしても、怪我が悪化して世界一のサッカー選手になれなくなったとしても、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子ではありません。翼はそういう子です。お母さん。あら、さなえちゃん。おはようございます。翼くんのユニフォーム持ってきました。あ、そう、ありがとう。おばさんは強い人ですね。私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合出るのをやめてもらいます。さなえちゃん。みんなおはよう。翼。翼くん。先生、
早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃって。翼。おう、おはよう翼。用意はできてるか。あれ、みんな。翼、今日は俺たち中学生活最後の公式戦だ。最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こうぜ。みんなありがとう。もう少し待っててくれ。ああ、ここまで来たらもう細かいことは言わん。いつも通り自分たちの軟活のサッカーを見せてくれればいい。みんな力いっぱい戦ってこい。はい。翼、キャプテンとして最後に何かないか。はい。みんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。でも俺はこの南葛中に入り、3年間みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。みんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。おお、当たり前よ。翼、お前がいるんだ、負けてたまるかよ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り出してやるよ。また優勝旗を静岡に持って帰ろうぜ。よし、みんな聞け。今日の相手南葛は今までの相手よりワンランク実力が上だ。しかし今のお前たちの実力なら必ず勝てる。自信を持って戦うんだ。はい。若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい、まずドライブシュートを止める方法を映像を見て研究しました。ドライブシュートはゴールの上から下に伸びてゴールバーのギリギリに飛び込んできます。なのでこちらはゴールラインまで下がってボールがゴールマウスに入るタイミングでジャンプすればボールを止められるはずです。しかしドライブシュートの威力とスピードは他のシュートと段違いです。タイミングを取るのが難しいようにも思いました。なので昨日の夜キャプテンが打ったあのシュート、ドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本も打ってもらい、その威力とスピードを徹底的に体に覚えさせました。これでドライブシュートには負けません。うん、若島津ならきっとできる。頼むぞ。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛を果たし東邦学園に優勝旗を持って帰るんだ。ああ、さあ行こうぜみんな。はい。ヒューガー、東邦学園の勝利お前に託したぞ。試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方、黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。
世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼。お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし、今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を、大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。これが俺の、やはり日向君は初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。はあ、しまった。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。ヒューガ君のタイガーショット、すさまじい威力だ。南葛、ゴール前からどう展開していくか。それパスを出します。それはっ、激しいタックル。たけし、ヒューガ君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。ここからチャンスを作れるか。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。森脇くん、ゴールデンシュート。森崎くん、ゴール正面でこのシュートを迎える。森崎くん、がっちりキャッチ。ここはパスを出した。そらそれ、シュードインスライディング。小池くん、素早く横にかわす。チャージが決まった。高杉くん、ここはパスを出した。パスを回す。負けないぞ。ここは抜かせません。ここで奪った。それ岩見くん、ここはパスを出した。これを見ろ。翼くん、渾身のシュート。このボールに飛びつく。これは若島津くん、ファインプレー。ハントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。小田くん、ここはパスを出した。鋭いスライディング。ヒューガくん、センターラインを越えて攻め込む。スイングを一筋。タイガーショットだ。このボールに飛びつく。これは会心のセービング。パスを出します。ヒューガくん、激しいタックル。タイガーショットだ。横突きで鋭く反応。森崎くん、これはキャッチできない。ここで止めた。ヒューガくん、シュートを決めた。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。それ杉君、ここはパスを出した。翼くん、必殺のシュートを放った。このボールに飛びつく。若島津くん、これはキャッチできない。なんだと。激しいタックル。翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。よし、敵陣へ攻め込みます。ここで一気に攻め込みたいところ。ヒューガ君、シュートだ。それ翼君、おはこのヒールリフトだ。小池君、ボールを奪った。翼くん、ボールダッシュ成功。ゴールを狙う。あ、弾きます。パスを受けた。小野くん、激しいタックル。翼くん、ここで止めた。それチャージが決まった。ここはパスを出した。チャージが決まった。滝くん、センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。岩見くん、ここで止めた。高島くん、素早く横にかわす。伊沢くん、このパスをカット。小池くん、スライディングでカット。横にかわして突破。杉くん、ここで止めた。翼くん、ここからチャンスを作れるか。一発のシュートでゴールを狙
ルシュートだ。まさかこれを止められるか。これはキャッチできない。でけえ。この位置で攻守交代だ。このタックルは一発に終わります。ヒューガ君、ここは抜かせません。反り巻きセンターラインを越えて成功だ。ここでタイガーショットだ。森崎君、横に飛んだ。石崎君、ボールを持った。ダイレクトでパス、ワンタッチで送る。それ翼くん、ボールを蹴り出します。頭ごとぶつかっていった。翼くん、お箱のヒールリフトだ。川辺くん、タックルを決めた。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。小池くん、素早く横にかわす。タイガーショットだ。乗せるぞ。森崎くん、ダイビングキャッチ。小田くん、パスを回す。伊沢くん、沢田くん、スライディングでカット。ゆうがくん、もうこの位置。タイガーショットだ。そこだ。これは会心のセービング。小田くん、これはパスを出した。チャージが決まった。ゆうがくん、タイガーショットだ。ボールを襲う。ボール積みに決まった。まさに必殺の、俺は世界一のストライカーになるんだ。翼、来い、ドライブシュート。これを見ろ。翼くん、必殺のシュートで行く。必ず止める。止めた。ドライブシュート、破れたり。あーと、ドライブ回転はまだ生きていた。若翼くん、ボールごと押し込まれたり。左腕だ。まさかさっきのシュートのせいで。チャージが決まった。ワンタッチで送る。ユーくん、激しいタックル。ユーザーくん、ここで止めた。なんか、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼、小池くん、ボールを狙うも届かない。翼くん、今回のシュート。ウィニングショットだ。キーパー動けない。狙いすましたシュートでゴールを奪う。ゴールを奪えないキーパー。よし、行け。かわして振り切った。それか、行け。杉君、パスを回す。石崎、回します。石崎君、パスを回す。杉、スライディングで止めた。小池君、横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。伊沢君、ここは抜かせません。キスミ君、パスを回す。かわして振り切った。ボールを奪った。伊沢君、パスを出します。逆サイドにボールを振る。素早くつなぎます。川辺君、左へパス。パスを出します。ヒューガ君、シュートまで持ち込めるか。森崎君、パスできました。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。体ごとぶつかっていった。沢田君、激しいタックル。くらえ。もうこの位置、これがタイガーショットだ。これは反応しているぞ。あ、くせいだ。それそれ、沢田君、ここで奪った。ここは抜かせません。伊沢、はあ、それ鋭いスライディング。注目の決勝戦、翼君と日向君の対決感があった前半は両者譲らず同点で折り返します。熱い前半戦の攻防でしたが、後半はさらなるヒートアップが予想されます。
おい翼、イムシだ、イムシに運ぶぞ。先生、急に足が痛み出して。当たり前だ、あれだけ無理をするなと言ったのに。お前は。でも先生、全力でプレイしなければ今のヒューガ君には勝てないんです。俺はこの試合に勝つためにグラウンドに立ってるんです。翼。先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。痛み止めの注射だと？バカ者。痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前には負担が大きすぎる。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、なぜそこまでこの大会にこだわるんだ。ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、そして日本をワールドカップで優勝させること、それに比べたらこんな日本だけの、それも中学生の大会の決勝戦なんてちっぽけなものじゃないか。こんな試合で無理をして、この先二度とサッカーができない体になったとしても、本当に後悔しないのか翼。夢なんです。え、たとえちっぽけに見えてもこれが俺の夢なんだ。南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った、これは俺たちの夢なんだ翼。もし大会 V3 ができなかったら、何のために俺は日本に残ったんですか。ロベルトにブラジルに連れて行ってもらえなかった代わりに、俺はこの大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、それだけを目標に頑張ってきたんです。分かった、そこまでの覚悟があるのならもう何も言わん。しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな翼。はい。おい翼、大丈夫か。うん、大丈夫、治療もしてきたし後半もいけるよ。そうか、よかった。けどあんまり無理するなよ、俺たちのこと頼ってくれていいんだからな。うん、ありがとう石崎君。南葛市に引っ越してきて初めての友達が石崎君だったね。俺が東方中のスカウトを断って南葛中に入ったその理由の一つは、石崎君がこの南葛中にいたからなんだ。なんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いや、ごめん。さあ、後半も頑張ろうぜ。うん、行こうみんな、俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。ああ、よし、やってやろうぜ後半戦。みんな、前半はよくやった。後半もこのままの調子で、キャプテンのヒューガにボールを集めていけ。そうすればこの試合必ず勝てる。監督もヒューガさんを認めてくれた。若島津、一体どうした。試合の途中から様子がおかしいぞ、何があったんだ。すみません、小学生の時の古傷が再発したみたいです。何、若島津さん。そんな、若島津が怪我なんて。でも大丈夫だ、ちょっと痛いだけでプレーはできる。それに
たとえ右腕一本でも俺は最後まで南葛の攻撃を止めてみせる。だから弱気になるな。いつもの東方らしく強気になって気合を込めていこうぜ。おう。普段は冷静な若島が強気な発言をしてリーダーシップも取っている。俺が試合に出ていない間にお前はキャプテンとしてこの東方をまとめていてくれたんだな。いや、若島だけじゃない。俺が守りに参加するのを止めたみんなや、翼に堂々と勝負を挑むようになったたけし、みんな俺がいない間に、俺抜きで戦ってきた間に成長したんだな。よし、行くぞ。みんな若島津に負担をかけないためにも攻めだ。後半は俺たち東方が攻めて攻めて攻めまくるぞ。はい、キャプテン。さあ、後半開始。はっ、翼君、パワーを出します。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。そら、翼君、ここからチャンスを作れるか。得意のヒールリフトで抜いた。ガッと奪い返した。ここは中澤君、鋭いスライディング。ヒューラ君、パスを出します。チャージが決まった。パスを出します。それ、小池君、ここで止めた。翼君、パスを回す。岩見君、パスを出します。長野くん、行け。小池くん、ここは抜かせません。チャージが決まった。パスを回す。あっと、奪い返した。敵陣へ攻め込みます。小池くん、激しいタックル。中島くん、ここは抜かせません。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。ここでタイガーショット。これがタイガーショットだ。このボールに飛びつく。森崎君、ボールはまだ生きている。小田君、これをトラップ。中里君、パスを出します。小池君、激しいタックル。チャージが決まった。パスを回す。翼くん、お箱のヒールリフトだ。中島くん、激しいタックル。横を振り抜けた。伊沢くん、激しいタックル。それよ。高島くん、ボールを狙うも届かない。ここで奪った。翼くん、横にかわして突破。それ後方、ここでキャプテンにボールを託して、勝利の一撃を狙うか。翼くん、ボールダッシュ成功。反町くん、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。ドリブルで突破。次君、次々にかわっていく。川部君、このスライディングが決まった。翼君、激しいタックル。南葛、ここは全力のプレーで勝利を取り切りに行く。川部君、このボールに立ちはだかる。ボールの勢いを止められない。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。ワンタッチで送る。それ、ダッシュ君、ここは抜かせません。岩見君、シュートを放った。行くぞ。倒れてたまるか。翼、さあ行こう。みんな、みんな、翼の闘志に負けるな。ああ、行くぞ。俺たちの夢に向かって。もう大丈夫。決まった。川田君、鋭い足を振り抜きシュート。ボールと真っ向勝負。大事そうに抑えた。
このタッチは不発に終わります。反町君、タックルを決めた。小田君、激しいタックル。それはっ、かばして振り切った。中島君、タックルを決めた。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。チャートを決めた。ロベルト、もう体が、どうした。翼君、動きが鈍いぞ。翼、ここで止めた。チャージが決まった。ここでパスカット。キスギ君、激しいタックル。ロングボールを送る。キスギ君、ワンタッチで送る。あっと、奪い返した。沢田、翼よ、こんなところで力尽きるのか。みんな、俺は精一杯やったんだ。だからこの大会で優勝できなくても。お前は本当にここまでなのか、翼！行くぞ翼！最後の勝負だ！ヒューガ君、翼君にタイガーショット。満身創痍の翼君、大丈夫なのか。ヒューガ君、そうだ、俺はまだ終われないんだ。翼君、プレーを再開。まさにフェニックスだ。ここは抜かせません。激しいタックル。それは、いけ、それ、はっ。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。翼くん、激しいタックル。ドリブルで突破。ヒューガくん、これがタイガーショットだ。森崎くん、このシュートに反応している。中里くん、ここはパスを出した。両者激しく激突。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。タッチ、この大一番を制する。これは見事にキャッチ。ハントキック、どこまで運べるか。キスリくん、このパスをカットします。それ、いけ。素早く横にかわす。小池くん、ボールを奪った。翼くん、ここは抜かせません。得意のヒールに抜いた。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。それ、小池くん、ここは抜かせません。川部くん、激しいタックル。チャージが決まった。このパスは通らない。チャージが決まった。沢田君、ボールダッシュ成功。いよみ君、激しいタックル。ドライブシュートで優勝を決めるんだ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。いよみ君、ここはパスを出す。激しいタックル。パスを回す。いよみ君、パスを出します。伊沢君、ロングボールを送る。パスを回す。沢田君、タックルを決めた。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。翼、パスを出します。小池君、激しいタックル。チャージが決まった。いけ、ダイレクトでパス。沢田君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。翼、小池君、ボールを狙うも届かない。沢田君、タックルを決めた。見たか、これがタイガーショットだ。最後まで熱い展開を期待したいところです。森崎くん、ボールはまだ生きている。小田くん、これをトラップ。いけ、それ、そら、体ごとぶつかっていった。岩見くん、激しいタックル。チャンスが決まった。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。体ごとぶつかっていった。翼くん、ここはクリアだ。体ごとぶつかっていった。中里くん、
ボールダッシュ成功。翼くん、ここはクリアだ。高っ。前後半60分、すさまじい死闘も両者決着つかず、全国大会決勝、南葛対東邦はこの後前後半の延長戦に入ります。さあみんな、延長戦だね。翼大丈夫なのか。翼、残念だがこれ以上の出場を認めるわけにはいかん。先生。翼、先生の言う通りだ。お前はここまで本当によくやった。あとはみんなに任せて怪我の治療に専念するんだ。そうだ翼、これ以上の試合出場は医者として認めるわけにはいかん。さあ一緒に医務室に行こう。先生は俺と約束したはずですよ。俺はまだグラウンドに倒れたわけじゃありません。翼、限界まで頼みます。この肉体の限界まで行かせてください。もうダメだと思った瞬間、ヒューガ君は俺にタイガーショットを打って俺を目覚めさせてくれた。あの時俺の体はまだ限界には達してなかったんです。それを知らせてくれたヒューガ君のためにも、俺はこの後も試合に出場して戦わなくちゃならないんです。俺は延長戦にも出ます。翼、しかし先生、最後まで翼と一緒にプレーさせてください。石崎君。監督、先生、俺たちからもお願いします。翼が全く動けなくなってチームの足を引っ張るようになったなら、その時は俺たちが交代させます。でも今はまだ翼が必要なんです。みんな分かった。お前たちを信じよう。監督、ありがとうございます。さあ翼、ベンチに戻って休め。それでまた少しは体力が回復するはずさ。石崎くん、最後まで一緒に V3 を、俺たちの夢を最後まで一緒に目指そうぜ。なあ翼。うん。マネージャー、翼くん、この後も延長戦も頑張ってね。はい、キャプテンマーク。ありがとう。この試合、俺はちょっとドライブシュートに頼りすぎてたみたいだ。ドライブシュートに頼っていたということは、俺はまだロベルトに頼っていたということなんだ。ドリブルにしてもパスにしても、そしてこのドライブシュートにしても、ロベルトに教わった技、それを俺は忠実にこなしてきただけじゃないのか。ロベルトだけじゃない、美咲くんに、若林くんに、石崎くんに、イレブンのみんな、マネージャー、みんなに助けてもらいながら俺はここまで来た。でもこれからは一人大会 V3 を成し遂げ、ブラジルに旅立つ俺は一人なんだ。みんなありがとう。今まで本当にありがとう。大空翼、15歳、日本での最後のゴールを決め旅立ちます。ゴールまで渡すものか。翼、まさか一人で、初めて会ったあの時みたいに。パスを出します。小田君、ここは無理せず後ろへ下げます。それ
た。伊沢くん、ここはパスを出した。中里くん、ロングパスだ。守備陣の隙間を狙う。両者激しく激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。伊沢くん、ボールを蹴り出した。翼、お前は一人じゃないんだぜ。俺も、俺たちも、お前の友達なんだ。石崎君、それ翼、俺にはみんながいる。俺は一人じゃない。ブラジルに行っても一人じゃないんだ。これが最後のシュート、俺の旅立ちのゴールだ。止める、止めてみせる。あー、翼くんのシュートだが、これはゴールの枠を捉えていない。何？決まった。これはまさにミラクルシュート。ドライブシュートを応用した翼くんの奇跡のシュートだ。いや、やったー、決まったぞー。やったー、やったー。翼さん、みんな、翼くんの元に集まって大喜びする南葛イレブン。みんなの期待を背負ってゴールを決めた翼くん、やはりすごい選手だ。左へ預けます。タッタッ、ここは抜かせません。反町くん、センターラインを越えて攻め込む。岩見くん、ここで奪った。ここでスルーパス、ここで止めた。川部くん、ここはパスを出した。岩見くん、ここは抜かせません。木杉くん、ここはパスを出した。パスを回す、チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。翼くん、お箱のヒールリフトだ。あっと、うまい返した。横をすり抜けた。かわして振り切った。岩見くん、激しいタックル。それそれよ。長野くん、ここからチャンスを作れるか。翼くん、お箱のヒールリフトだ。川部くん、激しいタックル。それここは抜かせません。翼くん、ゴール前に持ち込む。パスを回す、チャージが決まった。ロングボールを送る。中杉くん、ここは抜かせません。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。小池くん、このスライディングが決まった。素早く横にかわす。パスを出します。チャージが決まった。あと、ドリブルを見送る。このタックルは不発に終わります。キスギ君、ボールダッシュ成功。小池君、このスライディングが決まった。伊沢君、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、ドライブシュー。俺は負けねえ。ここからゴールだ。タイガーショットだ。何？翼これが最後のシュートだ。何？南葛に優勝させてたまるか。と、止めた。日向くんが若島津くんをキャッチ。守り切りました、東邦学園。南葛、得点ならず。スローインでのリスタート。
素早くつなぎ、延長前半は V3 を狙う南葛がリードを奪いました。後半南葛はこのリードを守りきれるか。翼、俺後半も出たいよ。だけど俺やっぱりもういつもの動きはできない。みんなが言うのなら、みんなの足を引っ張るだけなら交代してもいい。翼、だけど最後までプレーしたいんだ。最後まで出たいんだ。出ろよ翼。え、そうだ、後半も一緒に戦おうぜ翼。ここまで来たんだ、俺たちは最後まで一緒さ。みんな、いいのかい。こんな俺が出てもいいのかい。当たり前だろ、お前は俺たちのキャプテンだぜ。どうして、なぜだ翼、どうしてお前はそんなにボロボロな体でまだ戦えるんだ。お前をそこまで戦わせるのは一体何なんだ。夢のため、友情のため、たったそれだけのためにか。そして俺はなぜそんな翼に勝てないんだ。どんなに闘志をむき出しても、どんな努力を重ねても、どんなに強い味方を引き連れていても、サッカーの天才大空翼、お前に勝つことはできないのか。俺の目指した唯一の男、大空翼、誰か教えてくれ。どうしたら俺は翼に追いつける。どうしたら俺は大空翼になれるんだ。このまま負けるのか、また俺は翼に負けるのか。ラスト10分が始まりました。ならば大空翼になれないならば、ドライブシュート、俺のヒューガ小次郎のサッカーを貫くしかない。お前に負けるのはもうたくさんだ。パントキックで大きく蹴り出した。沢田君、それ、このボールをコントロール。翼くん、右のヒールリフトで抜いた。これで俺に出せ、横に出して突破。ここから一気に攻め込みたいところ、シュートを放った。東方、ゴール前からどう展開していくか。タキシ、長いパスが通った。沢田くん、素早く横にかわす。得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。技ごとぶつかっていった。パスを出した。伊沢君、激しいタックル。反町君、芝田君にかわして突破。中谷君、ここは抜かせません。杉君、パスを出した。松木君、タックルを決めた。翼君、杉君、翼君、横にかわす。体ごとぶつかっていった。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。パスを出します。シュナル君、タックルを決めた。伊沢君、ここで止めた。横をすり抜けた。中島君、ここは抜かせません。チャージが決まった。このクロスは通るか。キスギ君、クロスに合わせに行く。パントキック、どこまで運べるか。見たか、ここからカウンターを仕掛ける。味方の沢田君がヒューガ君を止めに行った。これだ。
ゲージ、足をこっちに向けろ。何？これが翼のサッカー、いや、これが本当のサッカーだ。決めさせるか。森崎くんと翼くん、二人ともゴールに引きずり込まれた。ノコ、ヒューガ小次郎の凄まじい執念、土壇場で南葛からゴールを奪った。ヒューガさん、キャプテン。きっとこれだ。分かった気がする。なぜ翼が傷つき、ボロボロになりながらも戦うのか。それはサッカーが楽しいからだ。あいつは誰よりサッカーをするのが好きなんだ。プレイの瞬間瞬間、誰に縛られることなく自分の判断で自由な発想でプレイする。そう、サッカーは全て自由な発想でプレイができるんだ。俺はちっぽけな心で翼だけを目指していたのに、翼はいつもそんな俺にはなかった。大きな心でサッカーをしていたんだ。それ沢田くん、激しいタックル、チャージが決まった。はっ、翼くん、お箱のヒールリフトだ。得意のヒールリフトで抜いた。これを見ろ、翼くん、俺のシュートを止める。このシュートを体で止めるつもりだ。ストロー、あーっと、ブロックを粉砕。サントキック、どこまで運べるか。沢田くん、ロングパスを送ります。伊沢くん、激しいタックル。ケンスケ、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。そう、あと、ドリブルを見送る。スライディングで止めた。ソリマチくん、ここはパスを出す。ここで試合終了。両者両雄、決着つかず、同点引き分け。この瞬間、両チームの同時優勝が決定です。V3 だ。俺たちはやったんだ。俺たちの夢が叶ったんだ。ヒューガさん、優勝だ。終わった。翼、ヒューガ君、お前との最後のこの試合、俺は勝てなかった。引き分けだ。いや、試合後半決定的チャンス、俺にタイガーショットをぶつけずに、そのまま南葛ゴールに打ち込んでいれば東方が優勝していたはずだよ。翼、俺に打ってくれたおかげで俺はここまで悔いなく戦い抜くことができたんだ。ありがとう、ヒューガ君。翼、確かにそうだな。チームの勝利の前に、やはり俺はお前との勝負を選んでしまった。やっぱり俺は東方キャプテン失格だ。キャプテン、できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。え、お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前だけを目指しちまうんだ。優雅君。けど今日で俺も吹っ切れた気がする。サッカーの楽しさがまた一つ分かった気がする。
これからはもうお前を目指さないで済む。お前を倒すことなどもう目指さねえ。これからは俺もお前みたいにもっと大きなものを目指す。ヒューガ君、それが何なのかはまだわからないけどな。ヒューガ君、俺は中学を卒業したらブラジルへ行くよ。翼、ヒューガさん、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。うん。これは両チームキャプテン同士、翼くんとヒューガくん、その健闘を称え合い、ユニフォームの交換です。悔いなき戦いを終え、誠に爽やかな両選手の笑顔です。翼、今までありがとう。俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になれよ、翼。みんなありがとう、ありがとう、みんな。翼、翼くん。マネージャー、大丈夫？翼くん。うん、大丈夫だよ。今までありがとう、マネージャー。翼くん、早く怪我を治してね。優勝旗授与。さあ、今シンクの優勝旗が南葛中キャプテン大空翼くん、そして東邦学園キャプテン日向小次郎くんに渡りました。湧き上がる歓声、両チームの優勝を称えております。私の目に狂いはなかった。3年前、湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼、ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな競合がひしめく世界の舞台へ、君たちは共に助け合い羽ばたいていくんだ。そろそろ俺たちの出番のようだな。行くぞ、たけし。はい、キャプテン。名和 FC、 沢田たけし。日向小次郎と共にキラ構造から指導を受けた一人。名和のエースストライカー日向を尊敬し、パートナーとしてアシストする。4年生にして名和の中心選手の一人である。沢田のアシストによって繰り出されるヒューガの強力なシュートに、翼たち南葛 SC は幾度となく窮地に立たされる。ヒューガさんのおかげで入団テストが受けられた。ヒューガさんが家のためにサッカーの練習をしながら働いているのを知って、僕はますますヒューガさんを尊敬するようになった。尊敬するヒューガに苦言を呈する真の強さも持ち合わせている。全国少年サッカー大会最終戦、東邦学園から優勝を条件にスカウトを受けた日向は実力を見せようと焦り、天才キーパー若林源蔵に対しペナルティーエリア外からのシュートにこだわる。日向さん、はっきり言って今日の日向さんのサッカーは明和のサッカーじゃありません。明和のサッカーはどんなことをしても勝つサッカーのはずです。それなのに今日のヒューガさんはペナルティーエリア外からばかりシュートして、全然明和のサッカーじゃありません。
実はこの試合、俺にとっては東邦学園入りがかかっているんだ。1回戦が終わった時スカウトされた。でもそのスカウトは大空翼も狙ってると言った。つまりこの試合で勝った方を選ぶというわけだ。だから俺は翼より上だっていうことを証明するためにペナルティーエリア外からのシュートばかり狙ったんだ。でもそれは間違いだった。俺は焦っていたんだな。たけしに言われて初めて気づいたよ。後半はあの若林から何が何でもゴールしてやる。それが俺たち明和の勝つサッカーだ。逆転して必ず勝つ。ヒューガさん。沢田の言葉で目を覚ましたヒューガは明和 FC キャプテンとしてチームを引っ張り、南葛 SC をさらに苦しめる。優勝は逃したものの、闘争心あふれるプレーを見せたヒューガは見事東邦学園入りを果たすのだった。